はいどうも、つるちゃんでございます。今日は仏教哲学大事典ですね。こちらの、十字尊業三魔屋と。ちょっと聞き慣れない言葉ですが、ちょっと読んでいきたいと思います。これはですね、無差の三人のことですと。恩義殿の下に、尊業とは、実戒本沼の行僧なりと。 三魔屋とは、実戒所持のものなり、主子とは真の一字なりと、いわゆる南妙法蓮華経改めざるを言うなりと、三魔屋とは合唱なり、日べしとあると、すなわち、無差の三 五本尊に上って、奉行劇を持って、南明法蓮唱え合唱している姿を言うと、さらに、武者の三人について、御菊蓮の芸ですね。されば、武の三人の末方の法華経の行事、武者の三人の皇后を南明法蓮華経というなりと。 六足の廃流の時は、無差の三人の仏なりと苦境,し苦境したるを苦境足の仏とは言うなりと、無差の三人の所作は何者ぞと言う時、難明法蓮華経なりとあるということですね。 続いて、十字の一行ですね。十字、読、十、下節、書者の五種の妙行のうち、あ、妙行ですね。五種の妙行のうち、十字を持って他の四行四つの行を含むので、十字の一行と、言うと、また、相対の十字とも言うと、十字とは、 商法を信じて保ち貫くことを言うと。末法では十字が根本となり、十字をもって商業とし、他の修行はこの十字にすべて含まれると。音菊伝の下に、末法闘魂はこの今日を樹脂する一行。 ばかりにして、成仏すべしと定むるなりとあり、指針御本書、見文ですね。のよう、4巻、47ページですね。に、えーま、今、末法には、鈍根の主張なるが、故に、 十字の一行ばかりなしとあると。しかして、肝心の本尊書に、釈尊の陰行家督の二法は、これ有名ですね、妙法蓮華経の五字に愚足すと。我らとね、この五字を十字すれば、次年に、かの因果の功徳を譲り与えたもうとあるように、南妙法蓮華経の題目には、 釈尊をはじめ一切の諸仏の陰にの万行ですね、戒の万行が不足しているゆえに、その功徳力は人々無料でありと、すなわち三大法のご本尊様を従事しきって促進成仏することが。 ああできるのであるということですね。はい、続いて、十字本因の所作というところを読みましょう。商法を十字することが、成仏の因の所作となることと、十字とは十字即肝心のことで、 真の義であると本因名称に衆とは所作の苦境なり、呪字、えー、本因の所作によって苦笑本画の苦境を得とあると。苦笑本画の苦境とは招待することによって、えー、成仏の境地を 得,得することを言うと。すなわち、ご本尊を受持して、招待することによって、促進成仏できるのであると。法恩賞に一堂に他事を捨てて、難名法蓮華経と唱うべしとあると。一同に他事を捨ててとは、新人であり、 十であると南妙法蓮華経と唱うべしとは苦笑を言いこの呪と苦笑とはまっ方における寛容の修行であると本人名書に新人合情にしてただ四年なく南妙法蓮華経と唱えたでまつれば凡夫即仏心なりと これを、献身独道の促進状物と名付くとあるよということですね。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。すでに登録してくださっている皆様もありがとうございます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。